やばすぎる。さあ、ウィーラーアプリやっていきます。今回なんですけど、まあ、ネイマール、こちら上限の方前上げたんですけど、レベルの方マックスに、まあ、一応なりました。今のところ35なんですけど、まだ全然ね、最大レベルの上限は60まで上げれるので、まあ、ネイマールかぶりで取ったらどんどんぶち込んでいくっていう状況なんですけども、コメントの方でよくネイマールダブルタッチがめちゃくちゃ使えるっていうね、コメントいただいて、まあ、俺あんまフェイントとかをまだ使えないんですよ。うまく使いこなせないんだけど、すごいね、まあ、ネイマールに対する、まあ、アドバイスをすごいくれたので、今回、まあ、練習をねしたいかなと思います。まあ、ネイマール使うんだったらもうダブルタッチ使わないともったいないぐらいの、まあ、ほんと究極技ぐらいな感じでなんか教えていただいたので、今回はやっていきたいと思います。それではまず練習画面いきましょう。あ、ちなみにちょっと能力の先見てこうかな。ざっとこんな感じなんですけど、超強いで、特にここにダブルタッチとかはね、スキルには書いてはいないね。ただネイマール使うことによって使えるというフェイントの技です。それでは練習いきましょう。この練習画面でもあのスタメンいじれたらねいいんだけどね、まあ、練習やるときは最初にマネジメントでちゃんとフォーメーション組んだ上で練習、まあ、やってください。それでは実際ネイマールにボールまず預けます。で、本当にフリックするだけだよね。左画面こうドリブルしてて、ただフリックするだけでこうダブルタッチ、これがダブルタッチですね。キーパーが飛び出してきてこういう感じで抜けるっていう感じなんですよ。ちなみにメッシでやると、メッシはね使えない。メッシをフリックしてもダブルタッチはない。ただネイマールはこれがありますね。左足で右側にボールを転がして右足でタッチ、逆はないのかな。とりあえずね、この右側にこの引くっていう、それしたら敵やりでやっていきますか。試合形式フリック、おー、これねすごいよ。なんか敵がね吸い寄せられるんだよね。これ進行方向にフリックきた、こういうことね。こういうことか。素晴らしい。引いてちょっとね、なんだろう、敵から離れられるからシュート打ちやすいかもしれない。シュート打ちたいんだけど体寄せられてるときは相手と距離をなんだろう出すことができるのかな。それではね、昨日に引き続いて、まあ、オンラインイベントの方やっていきたいと思います。まあ、ちょっと練習してまだね全然ぎこちないんですけど、どこまで通用するのか。長屋さんですね。で、前回のフォーメーションを、まあ、ネイマールとメッシ、まあ、入れ替えたような感じになってます。で、チームパワーの方は1377星2で抑えられてますね。お、ネイマールちょっと調子いいですね。相手の方は1366、こんな感じですね。はい、それではやっていきましょう。ダブルタッチ多用でいきます。とりあえずもうネイマールに球集めるから。こんにちは、よろしくお願いします。最初から無理だわ。分かりやすいようにネイマールに集めまくるから。素晴らしい素晴らしい。おい、来た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 。おい、何やってんだよ。あれ何なんだろうね、あのスローに歩くパターン。いや、もう分かりやすいぐらい使おうとしてる気満々だな、あれ。また来たよみたいなね。素晴らしい。よし、うわ難しいな、やっぱ長友あんなとこにいる。いやー、こんなことやって点入れられちゃうつまんねえな、これ。やべえ、裏やばいよ。さすが長友、きたやばすぎる。ちょっと普通にやろうかな。普通にやって、で、なんかそういう使えそうなシーンやったら使っていこうかな。あー、ほら、そんなことばっかりしてるからバチ当たりました。ちょっと普通にやってきます。で、その中でちょっとネイマールが、まあ、ここいけるんじゃねえかなっていう時にダブルタッチ発動できたらいいよね。そうですね、見事に相手ディフェンスを翻弄しましたよね。これ
は普段絶対に開かない仕方も良かったですけども、さらにこういうチャンスを素晴らしい、また素晴らしいですよね。使いすぎるとダメだな。よし、まあこのまま波に乗るのか、ダビド・ルイス返されるのか、強いよ。どこのワンプレーが意外と、おいおいおい、いけマイナス方向、よくカバーしましたよ。はい、手に入れられちゃいました。まずは追いつきたいと思います。でもやっぱね、なんだろう、スルスル抜けるっていうか、タイミングが合えばいけるけど、その相手との間だったりっていうのが全然分かってないと、俺みたいに全然抜けないというね、感じがしますね。やば、だからクソ上手い人があれ使ったら触れないんじゃないの、あの間だよね。連続ダブルタッチとかやられた際にはもう操作であの速さは出せないからね。ご覧になっていかがですか。ホーム側としては互角にも見えるんですけどもね、まだビハインド、ぶち抜くか、精度が重要なポイントになってきますよね。よし、ナイスシュー。やっぱもう俺ね、選手にただ頼ってスピードでぶち抜くしかまだ全然できないですね。でもやっぱこうウィーレをやっていく上でね、あのダブルタッチとかそういうフェイントとかをうまく対応できたらなとは思います。というか使ってやっていきたいね、もっと使いこなせるように。抜けてくる、一旦前を取る、シュート、いやー、おっごっつぁんゴール、さあフェルナンジーニョから、普通にこう黒下げよう、えい、惜しい、よしよし、今のスロー何なんだろう。ロスタイム3分、あとワンプレーぐらいやりたいけどきついか、無理か。よし、なんとか勝てました。お、徐々に上がっていってます。とりあえず500を目標に、500いたら次600、600いたら700っていう感じでね、少しずつ、まあ、頑張っていきたいと思います。はい、ということで今回はネイマールのダブルタッチ、コメントの方で教えていただいたので使ってみました。まだまだ俺の操作だとうまく使いこなせないので、まあ、徐々に使っていけたらなと思います。ということで、まあ、他にもいろんな、まあ、選手の技だったりっていうのがあると思うんですよ。この選手独特の、まあ、プレーがあるみたいな、あとは、まあ、パフォーマンスとかもあると思うので、そういう情報ありましたらコメントの方で教えてください。まあ、面白そうなのがあったらね、動画にしていきたいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。